お疲れ様です。すいません、はい、どうも。今回は鹿島忠さんに来ていただきましたけど、はい、よろしくお願いします。初登場です。すいません、忙しいところ、はい、先ほどね、あの下で、はい、あのサイン会一緒になって、たくさんの方が来ていただいて、はい、ありがとうございます。本当に新しい本が出たということで、ね、初めてね、はい、もうこういう本出しました。何ですか、柳田選手にボテボテの内野ゴロを打たせる投球、はい、実じゃなくて脳です。はあ、どういう内容になってるんですか。野球の技術を教えるんじゃなくて、はい、やっぱり野球をどういうふうな見方をするのか、で、はたまたその選手がどんな考えで野球やってんのか、うん、そこを突っ込んでくすぐるという、ね、くすぐる、はい、そういうことですね。駆け引きなんかの話駆け引きとかね、書いてあるんですか。そういったのを書いた本ですけれども、はい、はい、そうですか、うん、あの好評いただいてますかと本人は思ってます。でも今までもいろんなところでサイン会やられて、いろいろやってますけどね、はい、だからそのね、最初野球関係のやつに配ると、え、技術分かるんですこれでって、いや違うからと、そういうことではないんです、そういうことじゃないよって、ものの考え方だよ、見方だよっていうね、もう大体そういうところしか見てないもんですか、はい、野球は。僕の方がどうなんですか、この柳田選手、実際打ち取るとしたら、もうね、鹿島今今年絶好調、結構打ってるでしょ。あれはもうどうしようもないですね。もうどこ投げてもブリブリ振り回してくるから、はい、だから余計こうボテボテしたいんですよ。彼がどんなことを考えてバッターボックス入りながら、はい、その投球に関して駆け引きしてるのか、はい、だから根拠を持って振ってますからね、やっぱり。なるほど、このボールだ、このボールが来るんだっていうのを確信して振って、うんうん、ものにしてますから、はい、その逆を行きたいんですよ。なるほど、もうこう裏を書きたい、もう心理戦ですよ。なるほど、もうあいつ何考えてんだろう、うん、こ、え、もうそろそろこれ狙ってるんでしょうみたいなのを投げ、そういうことですね、投げといてこっち行くみたいなね。この間あの野球中継見てて、今福留選手が、はい、外れてるじゃないですか、うん、で代打で出てきて、うん、あのしっかり 打ちましたよね。打ったよ、また。で僕あれ見てて面白かったのが、うんうん、初球、うん、あの久しぶりに出てきたんで、はい、スライダーを反応しちゃって、うん、ハーフスイング取られたんです、うんうん、でわざとに僕から、うん、福留さん見てて、はいはい、審判に、うん、今のボールって、うん、もう全然見えてないよっていうのを見せといて、うんうん、次のその来たボールを打つっていう、うん、ものの見事にね、はい、あのあたりはね、あいつずっとやってる、そういうことですよね、ずっとやってる。もうでも柳田選手もそういう域ですもんね、もう来ていますからね、はい、やっぱそういった選手はやっぱり成績残しますよ。なおかつそれを決めなきゃいけないんでね、確かに狙ってても打てませんか、ね、これがね、あの頭ばっかり良くて、はい、もう見える読めるんだけれども、はい、技術がないとね、バッターも投げる方も、確かに、だから両方鍛えないとダメなんですよね、はい、そういうことですね、うん、これはこの中に盛り込んであるってことですね、はい、ちょっと盛り込んでありますから、楽しみに、はい、僕も読ませていただきます。ぜひぜひ、はい、今日買わせていただいたので、はい、うん、今日あそこに大プロデューサーがいるんですけど、なんかこのシチュエーション僕は懐かしいんです。ああ、そうか、あのモエドラスタジアムの時にお世話になった吉祥さん見えますけど、ちょっと緊張しますよ、はい、もうずっとね、口説かれて、はい、一緒に、あ、そうなんですね、一緒に作ってもらったんですけどね、ずっとめちゃめちゃ、じゃあ楽しい、今までもいろんな本出されてますから、でずっとね、出したら出したら出したらって言われて、ずっと嫌だ嫌だ嫌だってたんですけど、はい、うん、じゃあ間違いないですね、もう仕上がってます、ね、なんかないですか、なんか内容、ここは絶対見てほしい、うん、見どころみたい、見どころっていうかね、終わりの方にね、はい、あの僕がオーナーで、はい、もうこの日本のプロ野球の選手を全部一手に好きに使える、はい、なるほど壮大なテーマですね。もう一軍のメンバーこいつら、なるほど、だからジャパンの監督になったみたいな話ですか。そうそうそう、オーナーだから、オーナーだから、オーナーだから、もう呼びたいだけ呼んで、はい、打順決めて、はい、ポジションも決めて、はい、埋まらないのよ、いっぱいいるから逆に埋まらないんですね、これもいいなみたいな。で2軍も書いてあるから、なるほど、2軍見てもすごいメンバー揃ってるから、ね、で監督コーチも決めて、本当ですか、うん、あ、じゃあ鹿島さんが、うん、もし監督になられる時が、うん、あったとしたら、オーナーだから、あ、オーナーだから、オーナーだからそこが肝なんですね、うん、で結局あのいい選手がこう1軍も2軍もいるんで、はい、俺は3軍の監督やるという、そういうことです、ここで選手育てたいなと、
じゃあ僕は三軍でちょっとあのマネージャーがしてもらおうかな。手伝ってくれる。手伝います。運転手からやります。じゃあそれはもうじゃあ皆さん読んでいただきたいということで、最後まで、はい、こんなみたいなことになるかもしれないけど、はい、楽しみに一応選んでみました、はい、皆さん読んでください、これぜひ、はい、お願いします、はい。